私は京都にありますルイパスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています今日は慢性疲労症候群の抗酸化治療のモニターアンケート結果が出ましたのでそれについてお話をします全ての症状で効果があり有意差が出ましたそしてコロナ後遺症やワクチン副反応についてもお話をします本ビデオの用紙ですが慢性疲労症候群の原因に 脳の炎症が重要という研究結果がありますそして私の開発した抗酸化配合剤は脳の炎症を抑えるという動物実験のデータがありますそして慢性疲労症候群の患者さんに抗酸化配合剤のモニターアンケートをお願いしましたそしてコロナ感染症に抗酸化剤は有効かということについてもお話をします 厚生労働省の慢性疲労症候群の診断基準を出します生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状とし少なくとも6ヶ月以上の期間持続ないし再発をするというものですねそしてえいろいろな症状があるんですが原因不明の筋力低下であったり全身倦怠感や頭痛というものが小症状としてあります こちらは日本の理化学研究所の発表ですが慢性疲労症候群と脳内の炎症は関連があるということで健常者と比べるとですね脳内の炎症が上がっているという報道です私の開発した抗酸化配合剤1 d x は マウスモデルの脳梗塞のダメージを軽減するだけではなくて脳内の炎症を低下させ酸化ストレス物質も低下させるということがすでに論文になっています慢性疲労症候群の方に私の開発した抗酸化配合剤を飲んでいただくモニターアンケートをアイズという会社に依頼しましたこのアイズという会社は、 日本最大の10万人のブロガーを抱えておられまして非常に質の高いデータを出してくださる会社です今回のモニターアンケートで使用したのは 20dx の抗酸化力を1.5倍に引き上げた2 0 d m ミトコントロールです参集体験者は23名で 20dmit コントロール3粒を毎日1回8週間内服をしていただきその前後のデータを取ってもらいました 今回参加された23名は病院で慢性疲労症候群と診断された方のみですまず日常生活の影響度ですがブルーが程度が4、赤が5ということで症状が強い方なんですがえ服用前は65%ですが服用後は34%に低下しています倦怠感については 服用前が強い症状が60%でしたが服用後は二十数に低下しています筋肉痛については服用前ががが、が強いい症状が21でしたが9に下がっています。この筋肉痛についてはですね影響がないと答えられた方が服用前が9%でしたが服用後は48%ということで症状がほとんどなくなったということですね 関節痛を見てみましょう強い症状の方が50%服用後は17%に減っています睡眠障害については服用前が73%ほどあったんですが服用後はですね18%ということで3分の1に減っており睡眠障害が低減されたことが明らかです記憶力集中力の低下 まあ、いわゆるブレインフォグというものにつながると思うんですがえ強い症状だった方が48%程度でしたがえ服用後は13%ということでこちらも3分の1程度に減っているということです頭痛については服用前が39%が服用後は13%に減っていますさて 各症状の重症度のスコアを前後で比較して有意差検定をしました。そうしますとですね、ご覧の通りすべての項目について危険率0.01%以下ということで症状の改善が認められました。さて、コロナ感染症はここで ROS と書いてある酸化ストレスがたくさん出て それがサイトカインストーム免疫の暴走ですねを引き起こしていろいろな症状を起こすということが分かっていますそして新型コロナの後遺症はですね慢性疲労症候群の症状に類似しているということを私は発信してきましたが疲労であったり関節痛であったりですねまあいろいろな症状が似ているということで新型コロナの後遺症は 酸化ストレスによる慢性疲労症候群に似たものだというふうに考えていますまたワクチンについても副反応の症状はコロナの後遺症と非常に類似していますコロナ後遺症とワクチン副反応については近日中に英語論文がオンラインジャーナルに掲載の予定ですので掲載されましたら皆様に報告します 慢性疲労症候群に対しては、酸化ストレスを避けるのが重要です。炎症、酸化ストレスのイベントを避ける。タバコ、アルコールを止める。肥満のある方、糖尿病のある方は糖質制限をする。そして、エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も効果があると私は考えています。こちらが抗酸化緊急室についての情報です。